いたいた、探したすごいっすね。いや、マジ疲れたよ。よろしくお願いします。この辺どこまでアニメしてんの？土足禁止にしてる？いや、もう全部靴でやってます。やってる？プレッセン楽しみにしてた。俺よりプレッセンでしょ。マジで荷物いっぱいあるからね。ほとんど俺ですか？ほとんどそうよ。そりゃそうよ。ほとんどよ。さっき止められて結構あれで。マジですか？いや、一人で2個持ってるから。開けたわね。止められて。何入ってんの？今、トレオンのプレイステーション。説明したんすか？なんでお前住んでんのかって言われて。友達住んでるから。なんかいっぱい持ってきた。来たよ、来たよ。すごいっすね。これ、プレステこっちだった。これはもうすべてプレイステーションボックス。ちょっと地球はあるけど、買ったんです。インボワーから2018年に出しか使わない。箱ごと持ってきますか？いや、なんかだってさ、これ開けるのちょっと、やじゃない？すごいっすわ、マジで。はい、どうぞ。今つぶし。あら、すごい。ただ頼むしね。どう？嬉しいでしょ？いや、めっちゃ嬉しいっす。荷物が2個、2個でちょうど1個だったと思うんで、断ったからさ。さすがに。めっちゃいいっすわ。生きてるかな？生きてるわ。これだよね、多分ね、トラマリさんね。これどうやってやってるの？なんか肌診断とかやってんの？これは全部一緒なんですよ。化粧水は。乳液が違う。薬用のこれこっちが違うんですよ。診断はしなくて、カウンセリングみたいなのが。ああ、そうだ。ここも全部揃ったの？申し訳ないです。本当申し訳ないです。ラーメン、足りる？いや、全然足ります。足り？足り、足らして、頑張って。ちまちま食べよ。何、誰のあれなの？パーソナルなの？大阪の人なんですけど。ずっと見てくれてる。2年目ぐらいからずっと。あ、見てくれてる。はい。ウェブで？あ、行ってたの？大阪まで。いや、来てもらってました。あ、週1、オンラインでやって週1、すごいね。来てもらって、ケアしてもらってみたいな感じでした。あれ。牛丼。はい、はい。どんなにもワンを買ってくれるの？だって、なんか、寂しくない？これ1個とか。いや、本当に嬉しい。どんぐらいでいい？全然嬉しいです。これだけだと思う。ありがとうございます。米やっぱ違うじゃないですか。え、こっちの米食べてる？食べてます。今毎回出てくるんですよ。普通に食べてます。曖昧みたいなやつ。てか、多分あるよ。白米に近い米探してくるわ、スーパーで。なんかでも、ネットで買えるらしくて。あ、白米？あ、すごい。買わないの？炊飯器も、え、持ってきてくれるって言ってね。はい。待っててって。なんか買えるらしいんで。あ、自分で買って。ドイツで。あの、大変な。あー、ドイツにあるよ、だって、炊飯器。あ、持ってきてくれるの？はい、なんかそこら辺のやつくれるらしい。最高じゃん。キッチン全然使ってない感じ？キッチンどこやった？キッチンまだ全然使ってないです。元からこれあったやつ？その上のやつは買ったやつ。これ？ああ、これ？うん、前のホテルでちょっと使ってた。ホテル料理できたの？キッチンついてました。徳島のサポートだから。これも、あ、ありがとうございます。作ってくれますね。可愛いですね。可愛い。これっていいんすか？
それ誰の？いや、頼んだやつなんですけど。ああ、え、知らない。何で？いや、なんかいいみたいな。あ、そうなの。こちらって聞いたから買ったの。と思うの何？と思いながら。これですか？あ、そう。ふくらはぎ用かな。どこでやったという？ここ。ここ。邪魔だ。いろいろ入れてやるか。え、マジっすか？いらないと思うけど。やりますわ。そんな服持ってこないんじゃないですか、やっぱ。全然持ってなかった。何も。到着ぐらい。ああ、まあ買えるしな。マジで。鍵を出してきますよ。え、鍵、どうやって入った？簡単？はい。下と、ここか。そこもある。これが、あの、ここで、これが下っす。下のはなんかこう、多分まっすぐ引っ張ると脱げないんで、ちょっとこう。あ、うまくやる。難しいけど。よ、最初、ここに来て、なんだっけさ、一人で15分ぐらいこうやって話して。え、10人来なかったんだ。で、10人来て、待ってるの。え、車はいつか来るの？車はなんか、免許持ってるよ。免許はあるんですけど。国際免許を取ってきたの？日本では。取ってこいって言われた？クレジットカードこっちなんかじゃないと借りれないから、こっちのクレジットカード作んなきゃいけないって。それがまだ水買ってんの？あ、買います。なんか買いますか。まあ、練習場にあるのをかっぱらってくる。スーパー行ってる？スーパー行ってます。どこが一番近い？そこの通り沿い？通りもそこ出て向かいにあります。あ、向こうにあるんだ。魚の匂いすごいっすわ。魚？めっちゃ魚。魚有名なんだよね。有名なんすけど。いいじゃん。トレーニングしてるんで、ちょっとお散歩します。横浜 FC とのホームでのゲーム、まあ、怪我してたんだけど、あの試合が最後の試合だったんで、徳島まで行って、試合の後街で一緒にお別れ会しました。もちろんお酒は飲んでないけど楽しみました。なので2ヶ月ぶりの再会です。いや、それにしても過ごしやすいし、いいとこです。